私は人を殺してしまいました。私はやめた方がいいと思ってたわ。あんなことをやるべきじゃなかったんですよ。余計なことするからだ。いい加減にして、もう我慢の限界。さようなら。海の綾は25年前に亡くなってるんだよ。そういう名前のクラスメートはいません。話せるようなことは何もないわ。どうして彼女のことを調べてるんだ。ごめんなさい、知らない人です。何を調べてるの。十通の手紙が導く七つの過去と一つの嘘。真実は果てしなくせ。